はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですが、今回ちょっと、いつも鬼滅の刃でショートやってるんですけど、今回は呪術廻戦の方でショートやらせていただくんですけど、まあこちら、まあ虎杖くんと。で、まあ虎权くんを倒すと、まあこのように、スクナに変身すると。まあこれはいつもの呪術廻戦モッドと一緒ですね。はい。なんですけど、この今回、このあの虎权くんの状態で、透明化のポーションを投げると、面白いことが起こるんですよ。はい、ということでちょっと今あそこで戦ってるお二人ちょっとスルーさせていただき、ちょっと見てみましょう。いきます。まずこれ虎权くんですね。はい、虎权くんにいきます。はいはい、そうなんです。五条先生にいろいろね、そのなんか教えてもらってる時に、あーもうわかんねーみたいな感じで頭こんがらがってペラペラ虎权くんになるというものがあるんです。